ただいまより、ただいまより勝利ジョッキーインタビューを行います。2020ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド盛岡第一戦を名勝リボベジ号で制しました JRA 原雄介騎手です。おめでとうございます。ありがとうございました。まずこのお客様がいる中でのレース、今年デビューということで初かと思いますけど、その中での勝利いかがだったでしょうか。そうですね、返し馬から非常に馬の雰囲気がとても良かったので、観客 の皆様、お客様がいるっていうのはあまり気にならずに、自信を持って返し馬からゲート裏まで行って競馬に乗れたので、馬のおかげで しっかり集中することができたと思います。少し歓声も聞こえたりしましたか。あ、そうですね、最後の直線すごく鋭く伸びてくれた感じはあったんですけど、その時に歓声聞こえたので、やはりそこでもう一押しできたかなとは思います。お客様の声でもう一押しできたということですね。はい、そうですね。盛岡競馬場の騎乗も、もちろん初めてということで、競馬場の雰囲気なんかはどんな印象を持ちましたか。そうですね、パドックを回っている最中に雨とか降ってきてしまったので、自分カッパではなく普通のジョッキーパンツで乗っていたので、こんなにすぐ天候も変わってしまうのだなと、そこに驚きました。そうでした。はい、次の、ね、第2戦も8レース控えておりますけど、意気込みなど教えていただけますか。はい、次も当然全力で騎乗させていただくので、皆様 ご応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、次のレースも、ね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。JRA 原雄介騎手でした。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。